パラスティカの豆田と澤部です。今日はですね、アンデルームっていう京都にあるすごくおしゃれなホテルに泊まりたいと思います。そこを見つけたのはうちらの力じゃなくてマネージャーさんが教えてくれました。ありがとうございます。中のね、ご紹介を一緒にしていきたいと思います。パラスティカどんな感じだろう。開けます。オープンだ。電気をつけます。はい、すごい、やばいよ。めちゃめちゃかわいい。すごい、めっちゃ一面の桜。すごいね。これやばいよ。マジで全面もうここ天井までいっぱいに全部桜。ベッド、ここでなんかパソコン、うん、こっち気になんない？見てみよう。ここは、え、めちゃくちゃ綺麗じゃん。この風呂どうなってんの？このまま入るよ。ちょっと入ってみて。すごい香りする。嘘、かゆみ。あ、本当だ。絶対沸かすべき。これは絶対沸かすべきだよ。食べも映えなんだけど、クソにぴったりなんだが今日の。本当だ、あんた映えてる。まるで空中に浮いているようなシャンプーたち。洗面剤もめちゃくちゃ綺麗じゃないか。ほら見て、このここにドライヤー入ってんのよ。ここにさ置いて、うちらが映ってる鏡に。なんか漏れるな、ここ。ここすごい漏れるね。うちらのあれから漏れるって言葉が出てきた。とうとう。ここはね、洗面台です。ちょっと広めに、電気も可愛いのついてますよ。ちょっとトイレ見てみます。はい、こちら男性の人いますね、ご注意ください。かしこまり。トイレは、まあ、結構でした。でも壁がお風呂と一緒。あ、シンプルです ね。ここにまたお花が。お花。京都といえば桜と紅葉って言ってたもんな。言ってたね。ここで一緒に寝る事実がもう希少い。希少すぎ。あ、そうだ、ルームウェアのやつやろ。あんためくってよ。あ、はい、この下に、この中にルームエアが入ってるみたいな。はい、ちょっと見てみます。はい、あ、そんな大したルームエアじゃなかったわ。おー、期待させんな。すげールームエア入ってんのかと思うじゃん。皆川美香さんのルームエア。あの言い方そうだったよな。ちょっとなんか下に見食っていただけるとありますので、ちょっと楽しみにぐらいの、ね、そう、変だな。うわ、すごい、こっから撮ると天井もすごいわ。今澤出さんはシーツを直しています。布団職人ですので、彼女は。やめろ。うちは今日ここで編集できる。そうだよ、もう編集しないとやばいもんな。庭ついてて笑った。何もできねえ。でもこの庭で鬼ごっこぐらいしかできない。はい、それでは廊下とかもちょっと可愛かったか見ていきますか。うんうん、これで行っちゃダメだよね。あ、そっか、ダメか。これで行こうとしたわ。イエイイエイイエイ、あ、イエイイエイイエイ。絵も素敵。写真だった。写真でした。写真だった、しっかり。あんたこの前に立ってみ。こういうジャケットありそう。あんたこれの前に立ってみ。じゃあこういう頭の押さえ方、その髪型でする人なかなかいないけどな。かわいいね。あれ絶対あれじゃん、唐揚げ入れる。そうだよ、コップじゃん。あれは昨日うちらが散々見た唐揚げ入れるコップ。ゲストルーム、あ、いいな。こういうのあんな。こういうのあるよね。こういうのある。何それ。怖っ、そのノリ。そのノリ何そのダンブラーディレクションじゃ。
ないや、なんで私絵って言っちゃうんだ。そうだからずっと絵って言ってんだけど、この写真は購入できるということですね。ドアのハンドル、ローラースケートがローラーになってる。朝のクッキーってなんか夏いな。めっちゃ夏い。夏くないこれ。すごいよこれ、机がトランクルームみたいになってる。写真、ここやばいね、踊れそう。あ、はい、京都まで来てやってみました。いないだろう、全然いないだろう。